今日は各紙取り上げていますが東京新聞の記事をご紹介したいんですが、うんうん、東京電力福島第一原発事故で、うん、あの炉心部が溶け落ちる炉心溶融。うんうんうん えー、溶けるという意味ですね。が起きていたのに、露心損傷。まあ、露震が傷ついてる。という説明をし続けていた問題で、当時の社長が、露、えー、心溶湯の言葉を使うなと、幹部に指示していたことが分かったということなんですね。で、さらに東京電力は、4年前の社内事故調査委員会の調査で、社長が指示した事実を把握していながら、報告書に盛り込んでいなかったということも分かったと。 で、これ、民主党の政権時代だったんですけども、うん、事故が起きたのは。で、官邸からの指示があったと、清水社長は言ってるんですけども、うん、この検証委員会の複数回の聴取に、うん、あの、覚えていないというふうに答えているんですね。うんうん、で、清水社長が、官邸の意向を勝手に解釈した可能性もあるということなんです。うんうんうん で、さらにちょっと怖いのが、うん、この東京電力の車内では露心どころか、うん、それをこう覆っている圧力容器も危ういとはっきりと認識していたということなんですね。うん、で、政府の事故調査委員会の調書や東京電力のテレビ会議の取材記録などを見てみると、東京電力も官邸も経済産業省原子力安全保安院もみんな事故発生初日の夕方の段階で、うん、もう福島第一原発の状況は容易 と,か損傷というところではないことをはっきり認識していることがもう分かっているということなんです熱く溶けた核燃料が分厚い鋼鉄製の圧力容器を突き破って外側の格納容器にまで流れ出そうとしていましたで圧力や内部の爆発で格納容器も壊れちゃうとものすごい量の放射性物質が撒き散られる、される寸前まで行ってたということなんですね で、まあ一応こういうことは分かってるんですけども、この検証委員会は一定の成果をまあ上げたとは言えるんですが、メンバーを選んだり依頼したのが東京電力なんです。で、これで第三者と言えるかどうか。 まあちょっと疑問が残りますよね。ねうん、で、報告書では清水社長が、要有という言葉を使わないように、官邸から指示されたというふうに話しているとはっきり書いてあるんですけども、うん、まあ調査権限がないということで、うん、当時の官邸の関係者に対する裏取りの努力はしていないと。うんうん、本当に官邸の人を指示したんですかって、官邸に当時いた人には聞いてないと。うんうん、で、当時官房長官だった民,主民進党の枝野、うんうん 幹事長は、うん、私は東京電力にそんなことを求めていない。うん、私自身が当時の記者会見で露心要因を認める発言をしている。うん、ブレーキをかけるなどあり得ないと言っております。うん、で、菅直人元総理も東京電力に指示したことは一度もないと、報告書の指摘を否定してるんですね。うん、まちょっと、検証委員会のその報告書と、官邸の、うん、当時の民衆党政権時代の官邸のその証言とは食い違いがある。うんなる で実は、松添洋一都知事の政治資金の私的流用問題でも、うん、松添さんの依頼による第三者委員会が登場したんですが、うん、ここでも、裏取りの問題指摘されましたよね、うん、あのちゃんとその、うん、本人に証言取りに行ったんですかと、調査の代表を務めた元検事の佐々木善三弁護士は、はい、この東京電力の検証委員会のメンバーでもあったと、はい、いうことなんですね。 マムシのなんとかとマムシの祖っ,って言われてかなり力を発揮して、えー、でもこの第三者委員会もこう調べるのにあるんだよねあの枝野さんとか菅さんに聞いてないんで、ね、聞いてないです調査権限がないということで、まあ、聞けば多分こう,こういうふうに答えたと思うんですけど、うん、聞いてないとそう<き>聞いてないけどなんか官邸から指示があったみたいな言い方と,、うん、という報告ちょっと酷暑にはなってるっていうな,、ねうん、なってるっていうのはなんかちょっと。 からないねどこからかは分からないよね。ただ私はもう原稿書いてるしテレビにも生で出てたからもうすごく鮮明にその当時のことを思い出すけど確かにそういう言葉を使うのはどうかその言葉を使ってくれるなっていうことが週刊誌でさえもたくさんあったのね直された箇所がね。だけどそれはどこからの指示かっていうのは わからないじゃないその現場の考えかもしれないしそれがいまだに私は忘れられないし現場からのあ本当のことはそれだよメルトダウンをね言わなかったということですねおばくって言葉も使っちゃいけなかったしいろいろもうそれは使っちゃいけない言葉があったよ まあ妙に不安を煽っても仕方がないっていう判断もあるだろうけど、うん、ただ冷静な判断として伝えなくちゃいけないことが伝わってなかったんじゃないかっていう気もするよね。うんあ ま、この報告書だけ見ると、あたかも、こう、官邸が、当時の民主党政権の官邸が支持したかのようにも受け止められかねないんですけども、ま、そうは、あってはよ,よろしくないということで、菅直人さんがブログでえ書いてらっしゃるんですけども、あの、参議院選挙が始まる直前のこの時期に、東京電力が松江さんと同じように、自分に都合のいい報告書を公表したのはどうしてか、東京電力は何が何でも、柏崎刈羽の原発を再稼働させようと、画策していた、 このの時期公表には政治的意図が感じまあカンさんの立場からするとこういうふうに取れちゃうっていうだなんで今なんだろうってちょっと思うそうだねこの参院選前のねだってさ新聞社だってそんなこといっぱいあったの知ってると思うし今何年経ったもう5年経ったわけでしょその期間に何回もそういうふうなあの時どうだったんだろうって検証はできたわけだしでしょうん まあそのこの第三者委員会っていうのもね太田さんで東京電力の支持以来で,以来でメンバーも東京電力を選んで<ー>ということですねこのまぶしの前んは本物の第三者だね、うん、だっていろんなところのメンバーの第三者に入ってるから、うん、本物は誰かって本物探したらこいつだって感じかな <laughs> さあ皆さんここで3人のまムしの前んに出ていただきます <laughs> だそういう笑い話にする話かどうかって聞いてんだすいませんどこまでリラックスしてるんだっていう話にするんですね。